鳥山石炎、百鬼連れ連れ袋より、無垢行、東無垢行等は、鳥山石炎、百鬼連れ連れ袋に描かれている日本の妖怪。行刀が妖怪となったものとして、解説では、赤沢山の露時へしかわず三郎が、行刀にやと、夢心に思いぬ、と述べられている。蘇我物語に登場する、蘇我助成、蘇我時宗の父である、 河津三郎が赤沢山で工藤透綱に暗殺された時、身につけていたムカバキであると石炎は記している。明確に持ち主が語られており、怨念を持つ対象が特定されているが、工藤透綱がこの妖怪によって復讐されたという伝説などは見られず、一般的にも、蘇我物語や蘇我物の歌舞伎狂言などに、ムクムカバキの発生を示すような場面は見られず、詳細は不明である。 百鬼連れ連れ袋にある他の妖怪たちと同様に解説に、夢心に思いぬとあることからも、蘇我物語との関連付けは石炎による創作であり、巻狩りに際して、河津三郎がムカバキを装備していたことからの連想で、あろうと考えられている。江戸時代に描かれた絵巻物である、百鬼夜行絵巻や、不送絵巻の中にはムカバキをつけてもくばに、またがっている妖怪が描かれており、 鳥山赤炎がムカバキの妖怪を発想したこととの関係性が考えられている。ありがとうございます。